テレビドラマの常識を超えたスケールと情けよう。社内ストーリーで全世界に熱狂的なファンを持つ海外ドラマゲームオブスローンズ、イカゴッド、エミー賞で歴代最多受賞の記録も持つ本作の最終章がいよいよ4月15日月曜日からは BS 放送のスターチャンネルにて放送される。その放送を控え、初の応援上映イベントゲームオブスロウス最終章世界同時放送直前ベストエピソード応援上映&ファンミーティングが3月に開催された。登場人物に仮装したファンも多数詰めかけた。熱気あふれる会場に日本語吹き替え版の声優を務めた花輪秀氏、スターク・カジョン、スノー役、清水梨沙、ドラゴンの母デナーリス役、斉藤キミコ、女戦士ブライエニー役、と、MC の、笑い芸人セブンバイセブンが登壇。ゴッドへの思い、や裏話を語ってくれた。花輪は、アフレコ、現場は大人数で、しかも役9が集まっている。他の声優の現場からは恨まれているらしいという話を聞いたことがありますと、スケールの大きい収録の様子を話し、自身の役柄については熱い思いを内側に秘めている役、そのあたりをうまく出せていたらいいなと話しした。清水は第一章の時は私も20代前半だったので、先輩たちに負けないようにやっていかなきゃいけないという思いがありました。デナーリスの最初の夫であるドロゴ役の木村正史さんが完璧などす落語を話していたので、これは旦那に負けていられないと思って一生懸命練習した思い出がありますと、作中に登場する架空の言語ドス落語の練習を行って吹き替えに挑んでいたことを明かした。斉藤は作品の世界観に鳥肌が立った。それぞれの信念で動いていて、誰がいい人で悪い人か言い切れないところが面白い作品だなと思った。私も最終章が楽しみですと、作品への思いをご理自身の役柄には忠義を尽くすまっすぐな人でとても好きになった。女性の切なさが詰まっている役柄が他人とは思えないと愛着を持っている様子。視聴者投票で決まるベストエピソードの発表では、候補になったエピソードを紹介する場面から大盛り上がり、第6章の大工話落とし子の戦いが選ばれたことが発表されると歓声が上がった。花輪は、大体大工話は大変なエピソードなんですよ、章。この回も因縁や大きな戦いがあって盛りだくさんと話し、清水は本当に火を吹くドラゴンに乗っている気分でアフレコしましたと裏話を披露。斉藤は最後の死体の山が印象的とモノマネつ気で話し、笑いを誘った。清水のドス落語など3人がお気に入りのセリフを正披露する場面や、貴重なプレゼント抽選会などもあり、大いに盛り上がった。最終章の世界同時放送まであと少し、どのような結末を迎えるのか、首を長くして待とう。